伊達みきおの持ちネタであるゼロカロリー理論は、砂糖は白いからゼロカロリーなどといった、基本的には無茶苦茶を言っていくネタだが、たまに伊達の言われた通りに食べていたのに、すげえ太るとクレームを入れられることがあるらしい。自身のラジオ番組内で視聴者から、バウムクーヘンは真ん中にカロリーがあるから、真ん中以外を食べるようにしているが太っていると、ほっこりした相談が入ったこともある。ちなみにその視聴者はカロリーは熱に弱いという。ゼロカロリー理論の提唱を思い出し、バウムクーヘンをオーブンに入れて焼いたところ、とても美味しくなったらしいが、なぜかさらに太るという結果になったらしい。伊達曰く、カフェオレアイスクリームは箱に208キロカロリーと記載されているが、それは箱まで食べた場合のカロリーらしいので、アイス単体ではゼロカロリーらしい。またジンギスカンは食べるほどに痩せるらしく、北海道で18人前を食べたが、本人曰くガリガリになったらしい。そんな食べることが大好きな伊達は、一時期血圧がとんでもない数値を叩き出し、医者から今目の前で死んでもおかしくないと、かなりガチめの忠告を受けたことがある。